はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。飲みながら野望申請やってきましょう。さあ、前回はこちら、足利家を滅ぼすことができました。おめでとうございます。倒幕達成でございます。で、そこから筒井家を従属させたり、鈴木家を滅亡させたりと飛躍した回でございました。さあ、今回も引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょうか。今回はこちら、北畑家を攻めていきましょうか。さあ、ということで領土拡大頑張っていきましょう。で、4万対2万。まあ、これはオーバーキルじゃないですかね。とりあえず、じゃあ、ここは騎乗させて。で、ある程度、そうだな。あ、これぐらいはいるか。じゃあ、こうして、こうして。国衆はね、来なくていいです。うん、来なくていいよ。だから、早く取り込んでくださいとお願いしに行きなさい。さあ、行きましょう。じゃあ、行きまーす。はい。ついてまいれ。さあ、どうする？で、一旦ちょっと待ちましょうか。はい。こね、はい。で、3000も、じゃあこっち行こう。はい。はい、さあ、勝負勝負。さあ、いけるか。さあ、北畑家どうだ。あー、で、はい、労力労力、はい、了解。結構ね、今回半年ぐらいね、内政してたんで、いやー、拠点育ってますね。よし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 、いよいよ。この兵糧庫がね、めちゃくちゃありがたいからね。はい、で、農村で、はい、農村、はい。さあ、行きましょう。さあ、こいやー。で、合戦ね。さあ、で、これで6対4。うん、まあいいんじゃないですかね。さあ、あのの戦い、浅井長政 VS 北畠智則、行きましょう。さあ、こいやー、剣豪。この北畠智則はめちゃめちゃね、剣が強いらしいです。さあ、行きましょう。さあ、どうする？はい、行きまーす。はい、回線出勤、行くぜ。皆の者、さあ行きましょう。じゃあまずは、じゃあこう行きましょうか。はい、で、とこうで、こうして、まあ、結構ね、余裕な戦いなんで、まあ大丈夫でしょう。さあ、お願いします。頑張れ頑張れ。で、そこせやつ、あ、お父様、ナイス。で、お父様、じゃあこっちの、はい、高台取ってください。さあ、そう、高台を取ってしまえば、槍を一方的、槍じゃない、矢をね、一方的に撃つことができる。あー、で、下がっちゃった、なんで。さあ、で、クッキーをしたか、そっちにいんのか。なるほどなるほど。じゃあ、こうしよう。はい、挟んでしまえ。いいよ。じゃあ、どうしよう、こいつらがどう動くか。で、国衆撤退、了解。はい、了解了解。じゃあ、こいっか。はい、さあ、どうするね。あー、そっち行っちゃった。じゃあ、こいっか。はい、さあ、こっち行きな。はい、さあ、鉄砲戦車。そう、雨でもね、鉄砲撃てるんですね。しかも結構今雨強いからね。さあ、これが神聖の仕様でございます。まあ、余裕そうだけどね、めっちゃ。で、撤退、はい、ナイス。で、そこ取って、オッケー、ナイス。今こそ、じゃあこっち行きましょうか。はい、こう。あー、で、北畠智にいるじゃん。じゃあこうして、で、じゃあ六角上手ね。はい、こう。はい、上手。もう吉方からね、上手になったらしいですね。まあ、だからなんか36歳ぐらいで、あの、吉方から上手になったらしくて、だからね、上手だった時代の方が長いらしいですね、彼の生涯の中では。さあ、そして私はこう合戦に集中しましょうね。ちょっとこっちきついね、きついね、きついね。あとあと待ってて、で、そこ絶対ナイス。じゃあこうしましょうか。はい、じゃあここ、ちょっとこっち下がるか。はい、さあ、どうする。で、そこ壊滅、ナイス。さあ、次はじゃあ、安全の敵を撃ち払わん。じゃあこう、あー、じゃあこっちちょっと取る。あー、いいですね、いいですね、綺麗な戦いよこれ。さあ、奇襲制圧、今回で達成できるでしょうか。頑張って。いや、9000もいるからな、すごいよね。じゃあこう、はい、この戦法にて、さあ、じゃあ、はい、こうして、で、交代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 で攻めよう。で、そこ壊した、ナイスー。オッケー。
まあいいでしょ、まあいいでしょ。 OK、 素晴らしいわい、うん、いやいいですね、いいですね。北畑攻めも非常に順調そう。さあ、イフ弱が発生します。うん、さあ、ここで拠点は取れないですけども、まあ、攻めやすくはなるね。あ、でもだいぶ拠点取れましたね。拠点というか軍か。はーい、じゃあ行ってみよう。ちなみにこれで山名家従属とかできる？まあさすがに無理か。赤松家従属無理か。はい、了解。はい、この城を攻め落とすぞ。頑張れ。あとはじゃあこっちとかいける？あ、いけるね。じゃあ大川地上、ついてまいれ。大川地上で合ってる、大川地上で合ってる。よし、行け。で、ちょっと攻めてる敵いるね。厄介じゃの。やめてやめてやめて。はいはい、あの頭上落としました。ナイス、オッケー。いいよ。で、敵昇爆、東洋、オッケー、ナイス。よし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 、いいよ。はい、で、こっからじゃあ、こっち行きましょうか。はい、で、労力余ってる。はい、了解。で、じゃあ、あの頭上は、じゃあ、この方入れときましょうか。はい、武将だしね。で、上位集落とかはなし。はい、了解。じゃあ国道沿いに、はい、で、あとはお金もあるんで政策もやっていきましょうか。まあ制度改新かな。はい、じゃあ123、はい、お願いします。いい、それでよい。よし、で今度はロールか。はいはい、さあ開発も抜かりなく、はい、やっていきましょうね。はい、どうぞ。おい、さて合戦いきましょう。じゃあここも潰しておきましょうか。はーい、オッケー、楽勝、ナイスー。あ、細野富士、あ、打ち取っちゃった。大丈夫、また打ち取る。君ら本当打ち取るの好きやな、君らは。さあ、オッケーオッケー、ナイス。さあ、部隊は過去撃破していって、さあ攻めやすくしていきましょうね。で、大川地上、まあいけると思うけど、まあここで文字3でいいわ。騎乗していい。はい、この城を攻め落とすぞ。で、こっち行けるかな。あ、行けるか。じゃあ鳥羽城攻めましょう。はーい、頑張れ。さあ、大川地上落としました。しかもここ敵の本拠地でございました。オッケー、ナイスー。オッケー。で、帰還してもいいですか。うん、そうやね、帰還してもいいや。はい、で、市場拡張ね。で、仕切り直してこちら新宮城の方も攻めたいですね。結構サクサク奇襲攻めね、いきますね。よしよしよし。あー、宮部刑事いるんだ。はいはいはい、かたじけない。はい、制度改新レベル2を発令しました。ナイス。なんだったらレベル3も発令できないかな今。ちょっと無理か。あとはじゃあ小荷田隊配備、これを やっておきましょう。はい、お願いします。心得ます。で、あとは砲術師団、あー、できない、あー、できないんだ。難しい。さあ、で、三好の信用が100人到達する。了解。で、こっちの方行けない、行けないか。そうかそうか。なんだったらね、三好から援軍欲しいところですけど。じゃあ援軍もらおう。じゃあこっちね。はい、お願いします。えよろしい、触り。さあ、で、次は、あー、これ行けないもんかな。いや、確かに兵糧きつそうだな。意外と新宮城でもきついね。オッケー、もう一回敵の本拠地鳥羽城を落としました。ナイス。オッケーオッケー。で、敵昇爆で、この二人を投与します。貴殿には使えられるな。うんうん、じゃあ解放して、はいはいはい。この恩は忘れる。で、これでまあ帰還させて、で、今こっち攻め上がってんだよな。まあだから、いけないかな。あ、いける。よしよしよし。じゃあ新宮城攻めます。頑張って。はい、いざ出陣。で、鳥羽城はここね、そう、統治範囲外なんですよね。まあなので、家臣以上、家臣ね、家老以上に任せたいところだが、今人手不足でございます。かたじけなし、うん、さあ、もうすぐで新宮城が落ちます。頑張れ。不覚だな。さあ、どうでしょう。貴族しかあるい。オッケー、ということで新宮城落としました。よって、はい、北畑家を滅亡させました。パチパチー。オッケー。結構早かったね。てか、めっちゃ人いる。
はあ、なるほど。じゃあ全員投与します。はい、お使いいたします。で、15人の投与に成功。我が心、あー来ないんですか。で、北畠と物理は、あー打ち切ってくれたんですね。いやいやいや、オッケー、よーし、オッケー、拠点めっちゃ増えた、ナイス。で、帰還してもいいですか。もちろんもちろん。で、これで港建設、あー結構できるね。よし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 、いざ始めよう。いやー、かなり領土広くなりましたね。で、気づいてみたら山だけ攻め込まれてたんですね。なるほどなるほど。ということで、じゃあ従属させれるね。オッケー、統計に従属するよう勧告します。はい、家さえ守ればなんとでもなる、うん、よろしくお引き回したね。あー言うてくれるね。よし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 。あーで今朝倉が本願寺攻めてんのか。じゃあこの金沢ごぼうが落ちたらこっちの石山ごぼう攻めてもいいかも。で、山名家のこれは神前ですね。ナイス、いいね、いい心掛けじゃ。あとはそうですね、こっち、うん、従属はまだできない。了解。なんだったらね、三好と戦ってもいいのかもしれないって思うんだけどな。ちなみに三好家との戦力差はどんな感じかな。三好三好三好は7万8000が最大で、うちが6万5000。まあいい勝負はできるかなって感じ。さあ金沢ごぼうが落ちましたね。ということで、じゃあ私はこちら石山ごぼうを攻めたいと思います。さあ上雲じゃなくて本願寺、権利を確保してください。はい、軍について上雲全然違うやん。で、聖堂建設提案されました。で、今年は凶作のようです。大丈夫？うちじゃありませんように。ドワー、ちょっとかぶってる。もうこんなんばっかや。いました。だいたい災害ね、被害受けちゃうね。大丈夫？うわー、食料不足だって。対応してあげて。はい、いざ、よかったよかった、タイミングよかった。で、聖堂建設もね、はい、お願いします。はい、さあどうでしょうどうでしょう。いや、石山ごぼう落ちたらでかいな。ここもね、結構いい拠点なんで。この城は我々が落とす。さあどうだ。で、労力が解放しました。で、飢えた民を救いました。ナイス、よかったよかった。ね、困った時は手を差し伸べてあげましょう。で、あとはこっちじゃあ兵糧庫、こっちじゃあ山菜地。はい、オッケー。確かに内戦もやって、で、石山ごぼう硬いかなと思ったけど、これなら落ちそう。あとはあとは、じゃあ農村、あとはもうこの辺も開発大体終わってるね。 OK、 ナイスナイスナイス。頑張れ。うんうんうん、あー、いいですね、いいですね。さあどうする、やってみ、戦の支度だ、頑張れ。さあ本願寺剣女隊倒しました。ということで、はい、石山ごぼう落としました。ナイス。ということは本願寺家を滅亡させました。うん、それというのは、そういうのは、さあうち全員来てくれますかね。どう、あー来てくれた、ナイスナイスですね。あーで、来ない人もいると回しちゃわないよね。はい、じゃあどこへでも行きな。よーし、オッケー、いいね。で、帰還してもいいですか。もちろん、お疲れ様。いや、いいですね。あ、で、商品略奪やめなさい。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。モテでした。さよならー。